勝手に流れてきてるのあるんですけど、これがあるんですか？ AGV と言いまして、自動搬送機となっております。めっちゃ楽ですね。友人や家族の車に乗った時にシートに目が行くんですよね。本場はやん。本場。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。トヨタ防食九州株式会社島添康夫といいます。製造一課シート2係でシートの製造をしております。はい、じゃあ早速ものづくりの現場見せてもらってもいいでしょうか。はい、はい、こちらどうぞ。はい、1階ではどんな工程があるんですか？裁断や縫製といった工程もあり、で今から見ていくところは溶接とかをして、あのシートの骨組みを作っていくところになります。シートの骨組み。はい。すいません。今何してたんですか？こちらですね。あのこちら止まれの表示を見て指差しして安全確認を行って渡るという。なるほど。安全確認。はい。あ、でなんか、はい、勝手に流れてきてるのあるんですけど、これ何ですか？あ、こちらは AGV と言いまして、はい、あの自動搬送機となっております。めちゃくちゃ便利じゃないですか？めっちゃ楽ですね。フレーム工程で作られたフレームをあちらの骨格ラインでまた組み付けの方を、はい、ハーネスやあのダクトといったエアバッグなどを組み付けを行って1階の工程が終了となります。先ほど1階から上がってきたあの骨格フレーム骨組みにシートを組み付けていくといった工程となっております。なるほどですね。こちらは何になるんですか？あ、こちらがシートのパッド。パッドというとどこに？シートのカバーの中に入っている。はい、こういうのが中に入っているんです、ね。はい。見たことないんで。こちらは何になるんですか？あ、こちらがパッドの上にかぶせるカバーになっております。じゃあシートの表面みたいな。そうですね。ああ、なるほど、はい、僕らが普段目にする。はい、そうですね、ところですね。はい、こちらの方で先ほど組み上がったフレームに先ほどのパッドとカバー組み付けて、はい、確かにいきなりあのシートっぽくなってきたです。なりました。これは何ですか？あ、こちらはボルトの方を締め付ける工具となります、まあ、4点締めるんで、あそこに 4点出てるじゃないですか。あれで4でカウントして締め忘れがないかっていう確認まで機械がしておく。あ、締め忘れがないかまで確認してる。確認してくれます。あ、椅子になりました、はい、こちらの工程では最終確認とシワを除去作業になります。なんかアイロンかけしてませんか？はい、アイロンでシワを取ってます。あ、そうなんですね。アイロンとあとこちらの機械のスチーム、蒸気が出る機械なんですけど、はい、これですか？はい、こういったちょっとしたシワとかです。あ、それってシワになるんですか？シワですね。これは綺麗にしないといけないもの。はい、こちらはレクサスなんで、まあ、レクサス品質と言いますか。レクサス品質。はい、じゃあもうこれが出荷されていく。で、まだもう一段階あるんです。あ、そうなんですか。まあ、検査工程と言いまして、はい、本当の最終確認の最終確認。最終確認の最終確認がある。ちょっと AGV が来てるんですけど。今なんかすごいロボットアームみたいなのが、はい、動いてるんですけど、まあ、台の上に乗せて下のまたトラックヤードに行って、でそして出荷されるっていう形です。じゃあみんなの努力の結晶というか一個一個旅立していってるわけです。はい、旅立していってます。はい、すいません、なんか仕事中に来てもらって。シート2係の尾形です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊賀さん、なんで呼んでもらったんですか？自分の直属の上司で。直属の上司、はい、日頃の島添さんを見てる、はい、そうですね。島添さん、どんな人ですか？いや、愛嬌があって仕事もテキパキすると思いますね、はい、あとは結婚を早くしてくれたらいいかなと。もういい年なんです。募集しております。彼女もいや。ダメだよ、今のカットだよ。今シート2係、はい、の職場の雰囲気ってどんな感じですか？年の差が結構ありますもんね。それでも仲良くみんなやってるのかなとは、話とかも結構したりするんでですね、年の方も気さくに話しかけてくれたりするんで苦労しないとは思います。なるほど、はい、仕事中にお越しいただいてありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。
こちらが社員食堂となります。いつもはどんな感じで注文するんですか？まあ、自分大体もう麺しかほぼ食わないんで。まあ食事は何でしょうか？こちらが味噌ラーメンになります。味噌ラーメン、はい、いただきます。はい。そもそもトヨタ紡織厩舎に入ったきっかけみたいなのってあったりするんですか？そうですね、自分が車が好き で車関係の仕事にしたくて、それでこちらの会社を選びました。あ、なるほど。乗ってる車は今はトヨタのラブ4っていう車に乗ってます。ちなみにカラーとかはどんな？もう黒いです。黒、はい、黒びがりが好きで。黒びがりが好きで。どうですか、職場には車好きとかやっぱ多いですか？ほとんど車好きだと思います。ほとんど車好き。なんかドライブとか、 なんかその車でどっか行く趣味とかあったりするんですか？あ、自分よく釣りに行くんで、もう長崎方面から福岡方面から車走らせて行ってます。はい、海と川でいうとどう？海ですよ。海、はい、最近でいうと一番すごいの釣れたっていうのはどれになる？はい、どんな？まあ、ちょっと前になりますけど、うん、ちょっと大きめのイカが釣れて。あ、イカ。はい、美味しくいただきました。お、職場でなんか面白いこととか、なんか職場あるあるじゃないですけど、そういうのってあったりするんですか？自分はなんですけど、はい、友人や家族の車に乗った時にシートに目が行くんですよね。やっぱり職業病みたいな。職業病かなって。このシートいいなとか。あ、本革やん。本革。素材まで。自分が大事にしている座右の銘とか、なんかモットーみたいなものとか、そういったのってありますか？サッカーの本田圭佑さんの壁を乗り越えるのが人生の醍醐味っていうのが自分の中でモットーになってます。チャレンジするときや失敗したときに、その言葉で自分をちょっと奮い立たせるというか、壁ができたと。壁ができた、乗り越えたろ。熱いっすね。伸びしろってやつです。伸びしろですね。多分ちょっとギャグかな。ギャグセンスかなと思います。ギャグは。ものづくりとかが大好きな人や、あと体を動かすことが好きな人はこの仕事に向いてると思います。ちなみに、まあ、島添さん自身はどんな人と働きたいですか？はい、面白くて、うん、何事も頑張れる人と働きたいですね。なるほど。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。